こんにちは、カフェテランゴ入江です。今日はお水のお話をしたいと思います。検証もやりますが、はい、よくお客様にコーヒーを入れる時のお水はどれがいいんですかっていうことを聞かれるんですけれども、普通に水道水で大丈夫ですよっていう話をするんですね。でも実際水道水ってコードに幅があって、日本の基準だと水道水は高度が 300mg パーリットル、そこまでっていう基準があるんですよ。で、今日はじゃあその300と0ってどれぐらい違うのかっていうの、なのでちょうど高度が304というエビアンと、あとは、精製水ですね。これは何も入っていないものですね。塩素も入ってなければミネラルも何も入っていない高度ゼロっていうものですね。あと、カフェテナンゴの水道水です。ここは一応浄水なんですけれども、東京だと、大体50度とか60度と言われてるんですが、これは一体どれぐらいなのか実際分かりませんというすごい難しい状態です。そういう実験をしようと思っていたら、お店にこんなお水が届きました。奥軽井沢の天然水という、これがちょうど高度19ですね。はい、なのでちょっと今からこの辺を飲んで、カフェテランゴの水道水がどれぐらいのところに位置するのかっていうのを、まずは水だけを飲んで味の違いを見ていきたいと思います。今日は全員出演します。はい、じゃあ早速お水を飲んでいきましょう。はい、オラーメジャモディオオラーメジャモヨシはい、では、はい、4種類のお水をですね飲んでいきたいと思います。じゃあ飲んでいきましょう。はい、はい、まずは精製水。はい、精製水です。はい、はい、精製水、はい、いただきます。あ、なんかお水だけど、うん、お水じゃない感じ。柔らかいというか、うん、何も引っかかりがないという感じですね。スッて感じですね。はい、はい、じゃあ2番目、はい、奥軽井沢の天然水。はい、うん、ちょっと重たくなりました。19でこれだけ違うんですね、うん、結構変わります。うん、よし、はい、じゃあエビアン304。うん、なるほど。なんかもう厚みが出ますね、これ ね、 そうですね。口に含んだ時のボリューム感がありますね。はい、じゃあ水道水。はい、うん、なんかそうですね、やっぱこのエビアンとこの奥軽井沢の水の間ぐらいの感じですかね。なるほど、こんな感じですかね、はい、高度の順番でいうとね。はい、はい、それを、はい、はい、使ってコーヒーをね、抽出して、はい、飲み比べていきましょう。はい、はい、今日はフレンチプレスで実験していきます。はい、では飲んでいきましょう。はい、精製水、はい、酸味が立ってます。はい、うん、なんかこうすごくよく溶け出してる感じですね。はい、いつも飲んでる感じより結構味がしっかりした感じ、きつい感じがあります、はい、じゃあ次、奥軽井沢です。これ今度パン祭りで使うやつですね。はい、はい、うん、これは酸味と甘みのバランスがいいですね。すごいなんか柔らかい感じがします。うん、果実感も適度にあって、はい、うん、バランスがすごくいいです。いいですね、はい、美味しいです、美味しいですね。じゃあこれさ、水道水、はい、水道水、はい、じゃあこれうちの浄水器通したやつかな。はい、いつも飲んでる、はい、なんか普通というか違和感がない。そうですね、いつも飲んでる感じですねさっきの方が酸味とか甘みがこうよりはっきり出てた感じがありますね。はい、ちょっとこうピントが合わなくなったような印象ですね。はい、うん、奥軽井沢の水がすごくこう
品とか合ってた感じが、はい、いいフレーバーがしましたね、はい、じゃあ最後エビアンですね、はい、これ高度300なので結構硬いですね、はい、薄いです、味が、うん、味がないっていうぐらい、うん、よくわからないですね、よくわかんないです、すごいボヤボヤした感じの、うん、色がついたお湯みたいな、うん、あんまり美味しくないですよ、何の豆だかよくわかんない、そうですね、特徴が全然捉えられない、うん、はっきりしないですね、という感じですが、はい、じゃああとは入江さんに任せます、はい、お願いします、結論お願いします、はい、ということで今日は、コードを0から300まで4種類の間を飲んだんですけれども、日本中を探すともうここからここまでの水は存在するということなので、はい、本当に酸味が際立ったものから色付きのお湯っていうところまですごい幅があるということが分かりました。香水はいっぱいミネラルとかが含まれているのでというところですね、なかなかコーヒーの味が溶け出しにくいということで、はい、まあ、こう味が薄くなりがちと、はい、より硬度が低い方が、味が出やすいというところですね、でミネラルが入ってないよりは少し入ってた方がこうまろやかさとかバランス、美味しさの液体としての美味しさは出るんだなというところは分かりました、はい、なので、まあ、ちょっと硬度を意識してコーヒーを飲んでみるのもまた面白いのではないでしょうか、はい、もう閉めますよ、閉めますよ、はい、今日はお水の検証でした、はいはい、それではまた次回、はいはい、お会いしましょう、さよなら、さよなら。